今回は松屋のホイコーロー定食半熟卵特盛りですね。こちらを食べていきたいと思いますね。いいんじゃないですかね。このご飯の特盛りって感じですよね。すごいですよ。これだけでご飯ですからね。で、さらにホイコーローですからね。これをちょっとかけていきたいと思いますけどね。どうですか、このホイコーローですね。いいですね、美味しそうじゃないですかね。早速入れていきます、ホイコーローですね。溢れんばかりにホイコーロー入りましたね、これですね。すごいもんですね。で、こちらにですね、最後に半熟卵ですね、こちらも入れてですね、食べていきたいと思います。これはかなり贅沢ですよ、これ。かなりの重量感ですからね。これが家で食べれるのもすごいですね。というところで早速ちょっと断面を見ていきたいと思いますけど、どうですかね、このホイコーロー定食半熟卵特盛りですからね。じゃ早速切ってみますよ。ダイナミックですね、これ。多すぎて溢れちゃってますよ、これ。すごいじゃないですかね。なかなかこういうこともないですけどね。いや、いいですね。また早速ホイコーロー定食の断面ですけど、こちらを食べていきたいと思いますね。うん、やっぱインパクトもすごいですけど、味も本格的ですからね、これですね。うん、うん、かなり本格的なホイコーローです、これ。何がすごい、さっきご飯に乗せたばっかりなのにこんなに汁が染みてますからね。これがやっぱり違いますね。本当にご飯がうまみたっぷりすぎますよ、これ。肉もちゃんと入ってますからね。卵も割っちゃいますよ、これ。半熟卵もまたいいですね、これ。下にも溢れんばかりですよ、これ。うん、この黄身のまろやかさがまたいいですね。最高ですね。やっぱりこう量も味も伴っていった方がいいですからね。かなり本格的ですよ、これ。半分食べましたけど、かなりの分量ですからね、これですね。まだ半分こんなにありますからね。素晴らしいますよ、これ。うん、でも何がいいってやっぱりこのタレの染み込み具合がご飯いくらでもいけるって感じですからね。特盛りでもさらっと食べれそうですよ。
うん、やっぱホイコーロー一食でも飽きないですね、これだとですね。いいんじゃないですかね。食べ応えたっぷりですからね。でもやっぱりこの野菜のシャシャちゃんもいいですからね、これですね。かなりいい野菜使ってるんじゃないですかね。熱の加え方が絶妙ってのもあるかもしれないですね。しんなりしてても美味しいですけど、こういうシャキシャキはシャキシャキで美味しいですからね。かなり満足ですよ、これ。これで1000円しないのはすごいですね。特盛りでも値段変わんないですからね。こういう定食がいいですよね。こういうふうに野菜も取れて一石二鳥ですからね。こういう美味しく野菜も取れてはいいですからね。いや、良かったですね。というところで、本日はこの松屋のホイコーロー定食半熟卵特盛をいただきました。ご視聴ありがとうございました。